聞き契約シャープ3、6月3日デイリー、発動級です。今日は指定契約も一緒に取ります。エイヤのスキル3特化3を入れました。天人化のスキルは特化3ですが、発動タイミングをランク7と同じにしています。防御力マイナス 90% ってすごくない?かなりやばいですね。重装でも、高台より低い防御になって、まあほぼ防御無視みたいなもんです。全然耐えれなさそうだね。はい、なので、高台から倒すようにしました。まずは天人化に次いで、減速補助を2人。コストの安い術ダメージ?そしてグラベルで止めます。クーリエは?いきなりクーリエで止めると倒されるので、最初の敵2体を倒してからクーリエを置いています。さすがほぼ防御無視。さらに HP ダウンと敵の攻撃力アップもついてますしね。続けて、狙撃を2人置きます。敵はブロックしません。なんか、3日連続で高台戦法?確かに、別に狙ったわけじゃないんですけどね。さらにエイヤを上向きに置いて、序盤の配置は完了。来るぞ、ユーマ。何が?クラウンスレイヤー?はい。クラスレが歩き出したら、グラベルを右に配置、エイヤの攻撃範囲に来たら、イラプションを使います。もうグラベルがいない。クラウンスレイヤー、撃破?殴られたら即死球ですからね。倒したら、ジェシカを下げて、ヘイズを上向き配置、さらにスポット特務を置いて、天人化トーオーキッドを下げます。重装は負担受け役?そうです。グラベルでも長持ちしないので、スポットにしました。ふむふむ。ここで、このステージに出る2種類の敵狙撃をおさらいしておきましょう。むむむ。今出ているライフル型が、スタン狙撃。威力は低いですが、射程がかなり長く、3発目ごとにスタンさせてきます。おとり役で受けるのが有効です。ふむ。このボウガン型は、逆に射程が短くて威力が高いです。2マス開けると届かないので、今回は近づかないようにしています。ふむふむ。ここ、ブムが倒されやすいので、グラベルで止めています。四つ目駆け抜けマンが近づいてきたらイラプション。ちょっと早めでもいいです。あと、ここまで来れば、グムが倒されてても大丈夫です。ふむふむ。撃破46で、また次のシーン。オーキッドとジェシカを置きます。同じ場所に戻ってくるオーキッド。置きっぱだとボンガン狙撃にやられるだけですからね。右から駆け抜けマンが出たら、ヘイズのスキル。スポットの HP もギリギリだね。スポットだと、スキルタイミングで倒されることもあるので、その場合はグラベルが天人化を代わりに置いてください。あとはこのまま待って、イラプションが使えるようになったら使います。ふむふむ。防御ダウンの契約がきつすぎて、なるべく被弾回数を減らすようにしたら、どうせ食らわないなら、敵の攻撃力上げても一緒じゃない?と、発動級まで積み上げました。あ、スポット倒された。交代でグラベルを置いておきましょう。最後にまたイラプション。ナイスクリア。ご視聴ありがとうございました。